皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。突然なんですけど、皆さんは手帳をどのように買われます？毎年いろんな、ね、デザインが出るので、毎年買い替えますよっていう方もいらっしゃれば、カバーがすごく気に入ってるので中身だけね差し替えて使いますよっていう方もいらっしゃるかと思います。で、今回ね、当店に新しく入荷したのはですね、1年限りの使い切りタイプなんですけれども、ノートと、そうですね、手帳というよりノートという感じ でなおかつね、デザインも可愛らしくて、でかつ邪魔にならないっていうね、ものが入ってきました。では早速ね、どういったものか見ていただきたいと思います。はい、こちらです。まあ、そんな気合い入れなくてよかったんですけど、もうこれ読んでいただいたらね、もう分かるかと思いますけれども、もう国用さんが出しているダイアリーですね、ダイアリーノートになります。で、このデザインもですね、結構どうです、可愛らしいでしょう。まあ女性の方にも受けるとは、まあ当然思うんですけど、これ男性の方が持っていてもなんら全然おかしくないと思いますので、まあ本当に、まあ僕自身はすごいカラフルでポップで楽しそうなデザインなので結構好きです。はい、で、実際ね、これのですね、このダイアリーノートの中身をちょっと紹介させていただきたいと思います。このような感じで、もう開くと、まあね、よくあるダイアリーの、まあ、こういったページになってますね。はい、これで1年間の、まあ、簡単な、ね、スケジュールが一目で分かるようになってますね。で、はい、こちらがですね、1週間の、スケジュールですね、トゥードゥリストを、自分で作ることができます。で、次がこちらですね。まあ、こちらもね、もうよくあるパターンの、ダイアリーの、中身となっております。で、後ろの最後のページの方には、ノートになってます。はい、もうとてもね、すごいシンプルなので、すごい使いやすいと思います。よくね、手帳って、いらない情報とか結構載ってたりとか、使わない、これは使わないだろうっていうようなのも付属してますよね。もうだからそういったものはもう全部省いて、もう本当にもうノートっていう発想でおそらく国用さんはこれは作られているかなと僕は感じました。で、大きさなんですけど、もうほぼ手のひらサイズなので、もう持ち運びにすごい便利ですし、全然ね、邪魔にもならないので、これはいいんじゃないかなってもう本当思いましたね。で、実際ね、手帳を毎年手帳を買い替えるのはいいんだけど、全然実はちょこっとしかね、書かないと、僕もそうなんですけど、毎年買い替えるんですけど、ほとんどね、もう iPhone のアプリで終わっちゃってますね。もう実際使ってないですね。で、ちょっと今年はね、今年というか来年はね、ちょっとこれ本当に自分も気に入ったんで、実際これちょっと持ち歩いてね、使ってみようと思います。はい、本当ね、この、商品はもう気取らずに、もう本当にいつでも使えるような感じのダイアリーノートですので、ぜひね、またね、よければですけど、ブログの方をご覧になっていただいて、またね、細かいところとか見ていただけたらなと思いました。はい、じゃあ今回は以上となります。ありがとうございます。